はい、皆さんこんにちは。グローバルインベストメントアカデミーの諸角です。今回はですね、ビザと投資の関係について、少し見ていきたいと思います。結論から言ってですね、ビザを持つことで、その国における投資が非常に有利になるということですね。で、もちろんその国々によってビザを得る、権利なり条件というのは変わってくるわけですけれども、概して言えばその国でビザを持つことで、ビジネスをする上でも重要でしょうけれども、投資という側面で見れば、ビザを持たない人に比べては圧倒的に優遇をされるという現実があります。例えば、ASEAN の中で今一番元気と言われているフィリピン。まずフィリピンでは、ビザを持たない外国人に対してはそもそも融資をしてくれません。もちろん、不動産投資をする中で、フィリピンで、融資を受けずに現金買いをする。これも一つの考え方ではありますけれども、やはり成長する国においては、レバレッジを高めていこうというのは投資の基本ですから、そのビザを持つことで銀行さんから融資を得られ、レバレッジをかけていくというスタンスがフィリピンでは取れるわけですね。また外国人というのは土地そのものを買うことができないんですね。コンドミニアムであれば、所有権、いわゆるフリーホールドと言われますけれども、所有権を持った不動産を購入することができますが、土地だけはですね、外国人は買えません。ですから、方法があってですね、フィリピンで法人を作って、そこからのビザを得て、その法人名義だと土地というのは購入することができます。マレーシアの話を移しますと、マレーシアでの、ビザとして有名なリタイアメントビザ MM2H、マレーシアマイセカンドホームの略なんですけれども、このリタイアメントビザを使って、融資を得ていく。正しく言えばですね、ビザを持たない外国人であってもマレーシアという国は銀行の融資をしてくれますが、こういった MM2H のようなビザを持っている人に対しては、その融資の条件というのが緩和をされます。ビザを持っていればですね、本来物件価格に 70% ほどの融資枠しかなかったケースが 80% あるいは 85% ほどの融資を引き出すことができる。そういったことで非常に有利に働くわけですね。一方、中国であってもですね、一定期間、中国国内で所得を取り続ける、実際に取らなくてもいいんですけれども、税金を納めて所得証明を出すということでもいいんですけれども、そうやって中国国内で所得があるということが認められれば、我々日本人に対しても中国は融資をしてくれるという実績があります。現在中国ではシャドーバンキング含めて金融に関して様々な問題点がありますので、この辺の銀行のスタンス、あるいは融資の考え方自体変わってくる可能性ありますが、実績として中国でもこのようにビザを持っている外国人に対して融資を出してきたというお話があります。今後、我々が海外投資をやっていく上で、あるいは自らの生活の拠点にしていく上で、やはりこのビザというのは持ってた方がいいと思いますし、これが年々ですね、やはりハードルが上がっているという現実があります。取れる時に取っておきましょう。これはですね、なかなか直感的にっていうんですかね、普段生活している上でそのビザということはなかなかその重要性は気づきませんけれども、様々な国に、いわゆるその日本以外の国に住む権利を持つというのは非常に重要な考え方でもありますので、
ぜひ皆さん、ビザのことを知り、また投資をと結びつけて、より良い資産形成をしていっていただきたい、そのように考えております。今日のところはこの辺で。